今日も始まりましたが、今日は特にニュースがありません。新しいパターンだね。いや、まあなんか細かいニュースがいっぱいあって、なんかね、まあ平和だなっていう話。まあいろいろ細かいニュースっていうと、あの高橋一さんがやってる一の一あるんですよ。はい。あの毎月1日、はいはいはい、1日ですね。ね、マスミダ神社の前にあるやつ。はい。あれがね、うん、本町の商店街とタイアップして、ほう、スタンプラリーとか始めますっていう話だね。おお、そうなんですか。準備もしたんです。いいよね。俺たち朝一やってももう満喫仕方だからね。周りの商店街とかね。協調性がないというかね。まあそうなんですね。勝手にやっとるわみたいな感じで、ね、結構来る人は来るけど、そうですね、偵察だけ来て帰る人とか多いよね。あ、そうですね。言ってくれたらやるんですよ ね、タイアップでもなんでもね、言ってくれたらね、俺たちはいつでもやる気はあるんだよね。そうだね、だから向こうが別にね、助成金水増ししようとする知事とかいるからね、止まっちゃうよね。まあまあまあ、それはテクニックらしいけど ね、そうだね。そういうこういうのがテクニックっていうね。いやで、そういうね、いや親父がそうやって言ってたらしいよ。ああ、そうだった。じゃあ呼び出されて、スタンプラリーのそのスタンプの紙を作るので何百までかかったりとかするかもね。でそういうね、なことないでしょ。ダークな話はね、あの、まあ、駅にしね、よくある話で、まあ、よくある。他にもなんか、あの一民のクッキーを作りますとかね。おお、一民サブリみたいな。そのサブリの金型に数千万かかるか。いやいや、そういう、それではね、駅にしじゃないから。あ、はい、ちゃんとした作業所がやってるから、クリーンなね、安心してもらっていいと思います。石が汚れてるみたいじゃないですか。いやー、どうなんですかね。限りなく黒に近い人がいますからね。いや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 、それ以上はここでは話せないからね。まあ、他になんか気になったニュースっていうと、はい、岡崎のサッカーチームがいよいよ JFL に上がるんですよ。ああ、そうなんですか。おめでたいですね。いやー、でもね、岡崎でしょ、うん、刈谷もね、うん、J リーグ目指すチームがあってさ、で FC 岐阜のある岐阜市だってさ、はい、一宮と比べて3万人にしか差がないんだよ。同じ繊維の町だけど、はあはあ、向こう41万人で、はい、こっち38万人で、はいはい、で3万人しか変わらないのに、はい、向こうは J リーグのチーム持ってるんだよね。これをね、みんながね、やっぱ欲しいって言ったらなんか動くんじゃねえかな。他にも鈴鹿でやってるチームとか桑名でやってるチームもあるから、はい、それも J リーグ目指してやってるチームがあるんだけど、ポテンシャルだけで、いや一度目はできんことはないんだよね。そうですね、その人口の数だけでいったらね、うん、まあ税収とか比べたらボロンボロンだけどね。あ、税収もことが多いんですか。あ、だってホンダとかあったら鈴鹿だよね。あ、鈴鹿はね、知ってる、この間聞いたんだけどさ、はい、鈴鹿サーキットってさ、最初一度目にできる予定だった。そうなんですか。らしいよ。で、それが、はい、その繊維全盛期の頃で、あ、土地がなくて、いや、何言ってるんだ、こんなもんいらんわって蹴っちゃったんだって。あ、で、蹴って、で、鈴鹿になって鈴鹿サーキットができて、ホンダが来て、あ、もしかして歴史がちょっとね、ずれてたら、はいはいはい、ホンダが一度目になったかもしれないね。あー、サーキットが一度目になった。なんかもったいないですね。もったいない、ね、だって立地条件としては鈴鹿にあっても一宮やるのにそんなにはね。いや、こっちの方が交通の便利いいでしょ、まあ、近いし、ね、ね、だって JR の便利さもあって、高速もね、なんだっけ、北陸の方から来るやつもあるしさ。そうですね、そう、全然いいのにさ、俺だって、ね、自転車でサーキット行っちゃう。僕は徒歩でいいんですよ。何と入れるのか。え、はい、それは何、岩伊勢とかにできる。そうそうそう。条件としては。っていうか、もううるさくにしゃあないじゃないですか。逆に嫌ですね。ああ、そんな近所に行っちゃった。ああ、うんとか言って、ね。ああ、出られね。一晩中走ってる。あの、総量りから。8時間で。これは内場でないけど、総量るネタは。ネタはね、これもいずれ出てくると思いますけど、まあ、とりあえずね、今日はそんなのどかな日なんですけどね。外は雨が降っておりますね。そういう日もあっていいです。ね、ギスギスしちゃうもんね、世の中がね。あんまりハードなニュースが続いてるたまにはこんな緩いニュースとかね。そうそうそうね、お茶を飲んで、まあ、どうなんですか、まあ、
今日はこんな感じで締めますか。そうですね、グダグダ で、特にネタがないし、まあ、こういうのも必要ですよ。このゆるさが命ですからね。強烈なニュースを期待した皆さん、すいませんでした。いや、冒頭に言ってますから、今日はないです。多分期待してないと思います。今日はこんな感じで走ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お尻は真っ裸線、あの街、この街。